武井さんは感染が拡大することを予知していたわけではなく、感染拡大の可能性が高いことを考えてそれに対して対策していたんですね。でもまあそれは当然タレントだから、まあ普段と同じことですよ。インフルエンザが大体秋口になったら流行ったりするじゃない。そういう時も同じようなことをしてたから、手洗いとかをしっかりして消毒してみたいなこと、こんなにアルコールをブシブシ振って消毒することは今までなかったけど、今までも結構部屋に帰ってすぐシャワー浴びるみたいな、外でついたものは落とす、あと手はもうトイレ入ろうが何しようが、なんか物にたくさん触ったとか、あと必ず手洗って一日に何十回も手洗ったりしてたし、もう普段からそういうことをしてて、まあ仕事に対する自分の責任感だから、俺は個人事務所だからさ、ほらタレントとしてね、しかもうちの事務所っていうか、うちは俺しかいないから、外に出れる人間が、タレントとして稼働できる人材が俺しかいないから、正直俺が休みになると、俺が予定していた、もう受けていた仕事を全部なくしちゃう、飛ばしちゃう、迷惑をかけちゃうってことになる。しかも MC の仕事もいくつもあったし、ここ何年かね、だからそういったのを俺が行かないっていうのは大打撃じゃない。だからそういうのをなくするように、とにかく普段からそういうのを気をつけていたん でコロナウイルスっていう本当にパンデミックになりそうなウイルスが発生したんだ、しかもそれが日本にもう入ってきてるって聞いた時点で、より徹底しないとと思ってやってたってだけですね。だからそれをなんか外野の人にああだこうだ言われたから、コロナのだのなんだのってもう好き放題言いやがってからにと思ってたから、それでこんだけ感染拡大してんだから、もうほら言わんこっちゃないでしょ。だから感染予防なんてするだけしといて損すること一つもないんですよ、やらなくてリスクが高まることは確実だけど、感染予防策を自分の生活でできる限り打っておいて損することなんか何一つないんですよ。だから正直仕事も全然減りませんでしたし、やっぱり健康な体もあるし、毎日鍛えていて免疫の強い体も持っていたし、そういうことで信頼度も高かったと思うから、仕事一切減りませんでしたし、あと健康とかそういう感染対策をしてるっていうメッセージもひたすら発信して実行してたから、番組にも呼ばれやすかったと思いますし、武井さんだったら多分大丈夫って思われてた可能性が高いから、だからまあなんとかここ2年ずっと仕事を途絶えることなくずっとできていますけどね。だからみんなそういうふうに自分の感染の可能性を一人が一人ずつ少しずつ下げることができてたら、こんな状況にはなってなかったでしょうね、きっと。みんなが間違えてるとか、周りの人が足りないって言ってるわけじゃなくて、できる可能性のあることを潰すように、活動してれば、こんな休業とかをずっとしなきゃいけないとか、時短要請とかでいつまでも飲食店も開けられないみたいなことには多分なってなかったと思いますよ。初期の段階からみんな俺と同じぐらい感染対策してたら、ただ水際対策はね、政府の水際対策が甘かったから、外国人も普通に入れちゃってたし、だから変異株とかも簡単に入ってきちゃうから、いつまで経っても感染が収まらないんだろうなっていうこともあるから、単純に国民の感染対策の弱さだけが原因でもない。対策をしてても感染しちゃう人はいつか出てただろうなっていう。で、感染対策がうまくできてて、感染拡大が遅くなれば遅くなるほど、まあちょっとこうそれには免疫がないからこの後苦しむことになるけど、でも遅くなればなるほど、ワクチンだったりとか医療体制の整備とかっていうものに時間を取れるから、感染が拡大してもそれに対応できるっていう社会を作ってから対応することができたと思うね。それは日本が失敗だよね。だから医療は全然コロナウイルスとかっていう特定の病気を集中的に治療するための病床がもう絶望的に足りない状態でこのパンデミックを迎えてしまって感染拡大してしまった。大阪はもう 90% 以上の病床が埋まっていて、どこの病院もなるべく重症な人以外は入れたくないってなっちゃってるし、なんかこんな状況になっちゃったら本当にこれ以上の感染がもし何かでポカンって爆発したら、本当に入院できない人が増えて、本当に自宅で謹慎中に亡くなるっていう人とかがポカンって増える可能性はあるよね。だからそれはでも日本の医療の方々の真面目さと、本当に何とか人を救うんだっていう使命感の強さで、日本は猛烈に助けられてると思うけど、インドなんてさ、本当俺何度もインド行ってるけど、本当にみんなさ、まずトイレでさ、トイレットペーパーなんかほとんどないんだよ。普通の家庭とかには。ほとんどがさ、水のホースみたいなのがあって、そのホースでお尻プシューってやって、
手でお尻拭いて、その手をジャーってこう水で流してきれいにするみたいなトイレがほとんどなんだよ。特に公衆トイレのほとんどそれなのよ。トイレットペーパーなんか一切使えない、水洗じゃないから、そもそも。だからそういう国でさ、その手でまたご飯食べるわけじゃない、普通に手で食べるからさ、基本ご飯を、だからぶっちゃけね、触ったものと粘膜が感染する頻度は日本とは桁違いの上に、で衛生もやっぱり浄水と下水みたいなものがさ、日本みたいに完璧に分かれてるわけじゃなかったりするから、普通に川で洗濯してたりとか、本当に下水流してる川とかにさ、普通にこう入って水浴びしてたりさ、頭洗ったり体洗ったり、洗濯物してる人もね、田舎とかで普通にいるし、で富裕層以外の人は本当にね、テント村みたいなのに暮らしてる人も、路上で暮らしてる人も、ストリートチルでも山ほどいて、衛生環境本当にさ、日本と比べたら天と地ほど違うから、ああいうところで今みたいな日本ぐらいの感染が出てたら、まあ、ああやってインドみたいになっちゃうんだよね。だけど日本はもともと衛生環境が素晴らしく世界的にトップクラスにいいっていうのと、医療の関係者のやっぱ使命感とか、あの仕事に対するそのパーフェクションみたいなものがすごく高い国だから、守られてるなと思うよね。感染者少ないから、やっぱワクチン入ってくるのも遅かったし、トランプさんとかだから優秀だったよね。トランプさんがあれだけお金を山ほど世界中に払ってさ、ワクチン開発に協力してたから、国民の方たちにワクチン接種が済んでて、感染者すごい多くて大変なことになったけど、日本はそこは劇的に遅れたから、こんな大変になってんだよね。そこにオリンピックとか絡んできちゃってさ、変な憶測生んじゃって、ただオリンピックがやりたいからそれをないがしろにしてるんではなかろうかみたいなさ、なんかおかしなね、憶測と半分を憶測だけど、もしかしたら半分正しいのかななんてみんなが思っちゃうようなことが混ざっちゃったから、よりおかしな空気になっちゃったよな。本当に国民と政府とか、その対策に対する溝が深まったよね。まあ失敗だったね、日本は失敗したよね。これからだよね。だからこれからその失敗をなんとか取り戻して、早く国民の生活を元通りにできる何か施策なのか、もしくはコロナウイルスの対策なのか、そういったものをしっかりとこれから接種を急速に進めて、あと治療薬とかの承認とかをね、なるべく正確に、本当に効くものに関しては治験やって承認していくのがいいと思うけどな。世の中にはまだ名前も出てないけど、コロナに効くっていう薬、お医者さんとかに聞くといくつか名前出てくるからさ、お医者さん、我々はこういうのを打ちましたよとか、飲みましたよって言ってたりするからな。そういうの世の中出てこないよな、日本って。そういう文化なんだな。まあ、しょうがないか。なんとか頑張ろう。